4回西1、3塁、ガルシアの1塁アウトの判定をめぐり、森監督がリクエストを要求。結果はセーフで3塁敵地内野安打に、1塁手は岡本、中日巨人、4日、名護。ヤドーム、初回に失点しながらも力投していた吉川晃が4回に失点した。0の1で迎えた4回、先頭の福田に中越2塁。打を浴びると、高橋の犠打で一子三塁とされた。平田を優五郎に打ち取り、大野翔を4球で歩かせ。西1、三塁でガルシアと勝負を選んだ。ガルシアの当たりは三塁前へのボテボテの当たり。三塁手、マギーが一塁へ送球、際どい体。イングで一塁塁審、切ったかはアウトの判定。だが、中日、森監督がリクエストを要求。リプレイ検証の結果、セーフとなり、中日が2点目を挙げた。